はい、お疲れ様です。岡田です。いつもご視聴ありがとうございます。今回の動画なのですが、見ていただく前に一つ皆さんにお伝えしなければならないことがあります。それは私のテンションが異常なまでにおかしいということです。なぜこのようなことになったのか、遡ること数日前、 YouTube 用の第五人格の動画を2時間ほど撮っていたのですが、なんとそのほとんどが数秒しか録画されてないトラブルが起きました。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、自分は毎日第五人格などゲームができる環境ではありません。また YouTube 用にとなるとその時間は限られてきます。その日はようやく空きができた、プラスネタ切れがやばいということもあり、2時間ほどぶっ続けて第五人格を録画したのですが、すべてお蔵入りとなってしまい、私は怒り狂ってしまったということです。気持ち的には、スーパーサイヤ人の孫悟空になったぐらいの怒りですね。クリリンのことか。まあストレージの問題とかではなく、本当に原因不明の不具合だったので、まあ、怒りが収まらず半ば八つ当たり気味に試合を行ってしまったという動画になっております。ちなみに今ご覧いただいているのは、その中でもまだ生き残った蜘蛛の試合です。まあそういうのに限ってね、ボコられてます。ふざけんなでめふざけんなでめふざけんなでめふざけんな。まあお聞き苦しいかもしれませんが、これも一つ、たかがゲームにこんなにも感情が揺すばられている哀れな男を見て、皆さんのモチベーションとなれば幸いです。ではご覧ください、どうぞ。ああもう録画も忘れた。はあ、おかしいよ世の中、本当にどういうことなの。どこへ、誰だあれ、ちょっとこれ、そいつしかない。いいや、カーボね。おい、もうてめえもうぶっ飛ばすからな。おい、縄やってみろ。おい、避けてる。おい、おい、そんな程度で俺がな捕まるかと思うなよ、マジで。バツ、なんの、いやマジでもうショック、わあショックが拭いきれん。本当にお前たち全員ぶっ倒すからな。もう知らん、お前たちのせいじゃないことは分かっているんだが、それは仕方ない、もうそれは仕方ない。うぇーしゃー、よし、もう仕方ないんだよ、これはもう仕方ない。このタイミングで俺とマッチしてしまったのが運の尽き、しょうがないんだろ。まあ、君たちのせいじゃないことは分かってるんだけども、俺はもうね、ちょっとね、この怒りをね、どこかにぶつけないといけないんだよ。ということで君はもう寝てもらうよ。誰そこ、どなた様、ちょっと出てきなさい。オンミスとかしてないで出てきなさい。いいから、いいから、写真撮んないでやるからさ、写真撮んないでやってんだから、もう出てきなさいよ。難航ね、はいはいはい、おい来いよ、おいおい、磁石使ってよ、おい、おい、もっと使えよバカ野郎。誰が使えっつったんだよバカ野郎、おいふざけんなマジで。しゃあ、よくわかんないけど当たった。自暴自棄だよ。まあ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 、ほらほら来い来い、ほら来いよ、おい来いよ、来いよ、ほら来いよ、このモノマネ伝わるか、ほら来いよ、おいおい、はい、救助狩り、セイイエスイエスアイアム、オッケーレッツゴーイエス。もうしょうがない、これもしょうがない、しょうがないんだよ。もうこのタイミングで俺とマッチしてしまったが運の尽き。ああどうする、おうおう、磁石使って、おおどうする、俺はここでずっとジョゼフの顔見てるぞ。おい、いやーイケメンだな、おい、ああ癒してくれ俺を、俺のこの心を癒してくれ。さあどうする、炭鉱残り4台だぞ、ハッチも出てない、どうするんだい、一体絶対どうするんだい。そうだね、踊り狂うしかないだろうね、こんな状況になったらね。そうだよ、おお踊ってごらん、
あ、踊ってごらん、踊ってごらん。おお、なるほど。救助にはもう行かないと。隙を見ていくわけではないということでございますね。なるほど、いいだろう。うん、まあ何したって君はもうジエンドなんだ。ほら稼いでごらん。おお、いいぞ、稼いでるね。いいよ、待ってるね。手を広げてるね。板当ててごらん。板を当てないの。おお、いいね。いいよ、もう本当に。おいおいおい、もういいだろう。もう俺飽きたよ。おー、ちょっとパラパラの精度は悪いよ、俺。申し訳ないな。まずいね、下手くそだね。当たんないのかい。いやーもう、あー、おいおい、これ以上俺を怒りに誘わないでくれ。とっくにご存知なんだろ。激しい怒りで目覚めた伝説の戦士、スーパーサイヤ人ジョゼフだ。